はいどうもお疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして即可軸限定動画をご覧の皆様、10月30日月曜日、今週44週目はどのように動いていくでしょうかね。まあ今日はね、タイムラグというテーマで少し小話をしたいと思います。テクニカルで見た場合、ご覧のような図ってのは、ダブルトップからの下落ってものがね、考えられると思います。えー、ところがこれ週足なんでね、週足っていうことはテクニカルよりもファンダメンタルの方に い重きを置いて考えるるようになるんですので,で単純にダブルトップかなと思ったらそうでもないんですよねだからといってじゃあ上にいくんですかってことはそうでもないんですよじゃあ何なんって言ったらこれはですね直近の、えー、と材料ニュースにかなり大きく依存して動くっていうことを捉えておかなくてはならないかなってことこですねまあでもテクニカル的に捉えたらダブルトップでの下落でしょ、まあ、これだけちょっとね今日は覚えておいてください、えー、通常のニュースとは違って、 月末のニュースと、それから月初のニュースね、それに加えて、今回は日銀の発表がありますんで、もしかしたら金利の変更などね、あって、えー、まさにね、そういった政策金利の影響でテクニカルを超えた動きが見られるかもしれません。そこは警戒しておきましょう。さあ、それではね、冷やしの方に移ります。はい。冷やしの方ですけども、上昇トレンドが続いておりますね。で通常見れば、 移動平均線にそろそろ差し掛かってきたところなんで、跳ね返って上の方に行くんじゃないかなって考えることができます。これがテクニカルとしては、まあ当然の考え方ですね。ただし、ファンダメンタルの要素によって大きく円高に向かうようでしたら、これは移動平均線を横切って、今度ね、移動平均線がこういう風うに変化してきて、その下にロウソク足がこのように下落を暗示する形で並ぶってことになります。 それは今のうちにもあの仮説をししておきましょうそうそですねちょっと図の中に現れてませんけどもこんな感じで始まっていってこれがあ続くっていう感じですかねこういうふうにね、まあ、ここではなんか回復したみたいで、ね、一時的なものだったということですけどもねで4時間ですはい4時間はだいたいこう横ばいに見えるところが見えますねこういったところとあと全体的にも、まあ、横ばいかなっていうところに、えー 意識が置けるかなとそれからね上昇トレンドがしばらく緩やかに続いていたんですけどもここに来て下落の方に転じてるかなっていうふうにも見えますもちろんこれが一時的なものでさらにこれをぶち抜いて上の方に行くってことはありえますんでね何とも言えませんけどもただ移動平均線をまたいだよねっていうことだけは頭に入れておきましょうそれが今回4時間で見れることですさあそして最後です タイムラグってのはどういうことでしょうかだいたい時間差ってことなんですけども、あのタイムラグっていうことをね、ちょっとこう今日の概念でお話しすると、えっ、ー、と、もう一回だけ見てみましょうか。え、これダブルトップで下落っていうふうに見えるでしょテクニカル的に見たら。で、同じように1時間見ると今度は逆なんですよ。ダブルボトムなんですよ。うん、ダブルボトムで上なんですよね。うん 当然ですけども見る時間軸によって向かう方向ってのは変わってくることがありますよとで大きな波ここで言うと突き足ですけども突き足は下に向かおうとしてるんですけどもそれでもね1時間単位とか1日単位で見ると上に行くんじゃないのってことなんですよ、まあ、ですんでね、えー、上位足が常にその下位足これ支配の影響を受けていますけどもそうとばっかりは限らないよってことですよね特に1時間と 1>, 1週間 ?1 週間っていうのは時間軸離れすぎてるんでもちろんね全時間軸が上に向かっていたら自信を持って倍でいけるんですけどもじゃこの場合倍に向かうための否定する材料として週足がダブルトップで下に向かってるからっていうのはまあ当たらないってことですよね時間が離れすぎていてこの離れすぎた時間のことをタイムラグっていう風に表現することがありますとそういった小話のために今日はね動画の方を送らせていただきましたじゃあ今週はどういう風に動くでしょうか私としてはポイントは ここにあると思います当面はこのうあ下ひげですよね下ひげの強烈なやつがここまで生きているかなってことを午前中に確認したいなと思いますね今のところは上に跳ね上げられてるでしょですんでこのまんま上の方に向かっていって移動平均線をまたいで結局円安の方向に再び過剰を切るんではなかろうかっていうふうに今日の1日のシナリオを見てますけどね。 じゃあそのシナリオ通りに行きそうだったら午前中にエントリーをしていくあれそうならないぞと思ったらちょっと新しい仮説を立てていくそんな感じで今日は過ごしていこうと思いますそれではお疲れ様です